皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。またもやロイさんから機材を借りすることができたので、皆様にそれを紹介させていただこうかなと思うんですけれども、今回紹介させていただくエフェクターというかプリアンプはですね、ポケットアンプアコースティックっていう、もう見た通りも超小型ポケットサイズのアコギのプリアンプでございます。一応この撮影をする前にね、一通りバーッと触ってみたんですけども、このプリアンプもなかなかねいい感じでございまして、なんか前回のディトプラスに引き続き、なんかこれもなんか私が欲しいなって思っちゃうぐらいに普通にいいエフェクトプリアンプでございました。まあいろいろ喋りたいことはたくさんあるんですけども、その辺はね、鳴らしながら喋っていこうと思います。とりあえず試奏環境としては、マーティンのマチコさんからアンセムのピックアップで、これ LINE でこのポケットアンプアコースティックに行って、でバランスアウトの方から、LINE で直接皆様にお届けをしております。で私の声はこのマイクで集音しておりまして、できる限りねその指向性の強いもので、でできるだけ顔に近づけて、あまりこのねアコギの音が拾わないようにして、配慮しながらこの LINE の音を楽しんでいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。とりあえず今、繋いでバイパスの状態です。何も音をいじってません。こんな感じの音、まあなんかアコギの音ですね。アコギの音。で、沸騰スイッチをポチッと押して、このランプを赤にすると、これがオンの状態です。鳴らしましょう。にするとオン、こんな感じの音でございます。なんか割とこのねオンにしただけですごい、あーなんか音がパキパキして、なんかこの抜けが良くなって、なんかすごいこの張りがあるというか、なんかバイパスにするとね何も加工しない状態だと音がこのモサモサする感じだったんだけども、なんかはっきりパッキリする感じがすごいありますよね。で一応これですね、このポケットアンプアコースティックの方でこのあんまりありつけをしてない状態なんですよ。だからそのイコライジングとかも今まっすぐだし、このねノッチっていう機能があるんですけども、これとかも今オフにしてるし、このあんまりこうなんだろうな、その過度な味付けをしないように今こうしてるわけなんですけども、これだけでも結構ああいいなって感じですよね。でもちろんそのベースが足んないなというか、もうちょっとこう低音欲しいなっていう時はこれを上げればとこ、低音が効きますし、あんまりこの大げさな聞き方はしない感じですね。結構マックスにしても実用的な範囲というか、そのね、この極端なローは出てこない感じですね。で、このミッドに関しても、このフリケンシーって言い方するんですけども、とりあえずこの、ブーストするか、カットするかが選べて、わかりやすいんで、とりあえずブーストしてみますね。ブーストの状態でこの周波数を選ぶと、まあ、このいろんな、周波数を選ぶことができて、例えばこの辺のちょっとこのポヨポヨしたところがいらないなと思ったら、このポヨポヨしたところにそのロックオンをしてカットする。そうするとちょっとこのねポヨポヨ感が薄れるんですけど、わかりますでしょうか。すっきりしましたね。でこのすっきりした分、ちょっと若干ローとハイを少しずつこの入れて、少しドンシャリな感じにして音を派手に、そうですね、さっきの音よりもだいぶこのパキパキしたというか、ドンシャリでなんかこの派手な音になった感じがしますよね。まあ、こういうこともできます。で他にもですね、面白い機能としてはこのブレンドっていうつまみがあって、この左側にこうガーって回す と、ドライ音という言い方をするんですけども、原音の音 100% なんですよ。だからちょっとこのねモサモサした感じのさっきの音になるんですけども、逆にこれをねウェット 100% にすると、このポケットアンプアコースティックの方で加工した音 100% になるんです。でもこれはこれでいいんだけども、ちょっとペラペラするんですよね。
だなんだかんだで半分ずつぐらい混ぜた方がなんか元々の迫力もありつつ音の飛びもよく張りもあり、そうですね、なんか僕今のところ真ん中が多分一番バランスいいんじゃないかなって感じがしますね。こんな感じの、機能もあったりです。でこのノッチっていうのがちょっと分かりづらいんですけども、まあ、特定の周波数をですねピンポイントでこのカットするってやつです。まあ言ってみればそのアコースティックギターってそのハウリングしやすい楽器なんですけども、ハウリングをするこの周波数のポイントっていうのがあるんですよ。まあ、今そのラインで出してるからね絶対ハウリングしないんだけれども、まあ、そのハウりやすい環境で演奏してる時にこのねあのハウってる帯域をこうねピンポイントでこれを選ぶことによって、まあ、そのハウリングを抑制することができるってやつなんだけど、ちょっとこれは今実演ができません。あんまり音質も変わらないでこの左側にするとオフの状態でございます。こんなのもあったりという感じなんですけども、いかがでしょうか。まあ、とりあえず今のところ皆様に感じていただきたいものとしては、まあ、本当にね通してこのオンにするだけで、まあ、割といい音が出るぞということでございます。でここからもう少し踏み込んでいくとすると、ここにモードっていうボタンがありまして、これは多分ね上にすると AB だからアコースティックベースだと思うんだな。だからアコベとかを演奏するときはこっちにすると良いと思うんですけども、アコギでこれを選ぶとちょっとモサモサしちゃいますね。そして AG の方が全然いい音ですね。で下にあるのがこの MAGN、 多分マグネットピックアップのことだと思います。もしその皆様のギターが、マグネットピックアップを搭載していたならば、これにするとちょうどいいのかなと。うん、ちょっと僕は全然このアンセムと相性が悪く、全然この音は、いいとは思わんなって感じなんですけど、まあ、そんなのもあったりとかします。でここにもそのスタイルという、スイッチがあるんですけども、今フラットっていうモードにしてます。フラットとモダンとヴィンテージってあるんですけども、フラットの状態がこんな音に対して、モダンにするとちょっとこうねパキパキする感じですよね。今これフラット、モダン、ヴィンテージ、おう、ヴィンテージが僕は好きですねちょっとこのしゃがれた感じっていうんですかね、まあこんな感じです。でこのねスタイルというところによってもそのねいろいろこの方向性変えられるし、この EQ とか、ノッチとかを使うことによって、まあ細かい音作りができるっていう、まあそんな感じでございます。でこのポケットアンプなんですけども、そのいわゆるなんかボスのさほら AD10 とかさ LR バックスから出てるでっかいこのアコギのプリアンプってあるじゃないですか。あれとかってもちろんそのすごく性能としては何の申し分もないんだけども、別になんかそれぞれそのリバーブとかルーパーとかあとディレイとかあのアンチフィードバックとかなんかそういう機能は別にいらないんだよな。けどかといってライブの時にねこのねアコギからねその DI の方に直差しっていうのもちょっと味気ないんだよなみたいな感じの方結構いらっしゃるじゃないですか。だからそういうね本格的な DI というか本格的なプリアンプは別にいらないんだけども、ちょっとだけ欲しいんだよなっていうライトユーザー層結構いらっしゃると思うんです。もうそんな方に対してもめちゃめちゃドンピシャって感じですね。もうなんかね機能としてもですねもうめちゃめちゃもう十分に備わっております。例えばなんですけれども、このゲイン設定ですよ。ゲイン設定、アコギのこのプリアンプ問題で一番厄介なのって、そのギターのシステムによって出力が全然違うっていうところなんです。ちょっとこれ軽く実演してみましょうか。ちょっとあのうるさくならないように一回これミュートしますね。このスイッチをミュートに設定してこれをいくと、バイパスじゃなくて、これ今ミュートになります。これ今そのラインの音が全く出てない状態なんですけども、まあこのね僕がこのギターをこうバーッと鳴らすとこのランプが光るんですよ。このランプは何かっていうとその信号が来てますよっていうその証なんですけれども、
まあ、この信号が弱すぎるとならなかったりとか、もしくは信号が強すぎると、強すぎる強すぎるってこの赤い点滅になるんですけども、こういうのとかで、この赤いのが出ちゃうと歪んでるっていう状態なんですよ。音が割れてるって状態ですね。かといってランプがつかなすぎると音が小さすぎるっていう感じなんです。でこれらを解消するために、このギターの出力に合わせたそのゲイン設定ってものをしなきゃいけないんだけど、これがねこのゲインっていうつまみなんです。これをもう適切なところに行って、まあ普通に弾けばあのランプが光るぐらい、これだと弱すぎる、普通に弾けばランプが光るぐらいで、強く弾いても赤とかにならない、これがそういわゆる適切なレベル設定なんです。これができる時点で結構ねありがたいんですよ。でさらに、このアンセムはそうなんですけども、このアンセムは結構出力が強い方なので、これを原因をね0に設定して、0に設定してもねでかいっていう時あるんです。そういう時はこのね下にあるこのパッドスイッチっていうんですけども、このスイッチを右側にこうパツってやると、-12dB って言って、そのまあ単純にその音をねもうここの時点で下げるんですよ。入り口からもね狭きものにしているんです。仮にこのね、パッドを切ると結構このぐらいでもう緑からオレンジ色が始まっちゃってるんで、この出力が強すぎるとこんな感じで、これだと操作しづらいんでパッドを入れてこの状態から調整をするとやりやすいよねなんていう、まあ、こんな感じの操作感なんです。いかがでしょうか。はあ、なるほどなって感じですよね。だからさっきも言ったように、その直差しは嫌なんだけれども、あんなね AD10 とかまで、そうね5万円とか出してまで欲しくないし、あのでかいやつ重いやつをそんな持ち運ぶのはちょっと気が引けるんだよなっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。そんな方に対してもめちゃめちゃうってつけという、もうポケットアンプアコースティックでございます。やっぱり何よりもね、その軽い、ちっちゃい、それ正義でございます。ちょっといろいろ見てみる、ちょっといろいろとまた別のところ見てみましょう。こちらを下げて、とりあえず今、今もう音は終わりです。これがまあその実物なんですけど、めちゃめちゃちっちゃいじゃないですか。で、こう電池駆動できるんで、こんな感じでこう電池を入れておけば、まあ普通にそのアダプターとか刺さずにそのままね、サクッと、やることができます。で、下の方とか見てみると、まあインプットのパッドスイッチ、そしてこのフォン端子ですね、このミキサーとかそのね、タクというかそのライブハウス側に送る前に、ここにこのイヤホンを挿すことによって、その自分の方でもモニターができるんですよね。で、オグジュアリーイン、何かこの外部入力の MP3 とか、入力する方はここに入れれば OK ですし、これは何に使うのかちょっとわかりません。すいません。で、後ろの方、アダプター挿すところがあって、まあ、FX のインサートがあって、で、これが、2アンプってあるから、そうですね。これはまあアンプへの出力ですね。で、僕は今、これをまあね DI 代わりに、ここからそのね、こんな感じでバランスアウトをしてましたけども、こんな感じでそのまま直接ライブハウスとかに送ることもできますし、で、また面白いのが、この状態で、この DI っていうスイッチ、これ今そのポストにしてるんですけども、プリにすることによって、このアコギから入力した信号を加工せずに、こっから出力することもできます。どういうことができるかっていうと、例えばそのアコギをここにつなぎますよね。で、これをプリに設定します。で、こっちのアウト、こっちのアウトは音が加工された音が出力されるんですよ。けども、こっちの DA の方は加工されてない音が出力されるんです。で、これ何ができるかっていうと、例えばだけれども、こっちの加工されてない方を、そのミキサーというかタクの方に送って、そちらでその音作りを任せて、で、こっちのね、加工されてる方をその自分のモニタースピーカーの方につなげて、自分でこのモニターする音作りに、してしまうとか、そういうこともできるし、タク録とかをするときだったらね、その両方、とりあえずまあ音を取ってみて、もしこっちのポケットアンプアコースティックの方ですの取った音が良ければそれを採用するけども、なんかミックスの時にうまくいかないなと思ったならば、この DI から出力されているその元の音を加工してそのミックスをし直すっていう、そういうね予防線を張ることもできるわけなんですよ。結構やるでしょう、結構やるでしょう。やっぱこうちっちゃいこのプリアンプ系って、このちっちゃい分その機能が制限されてしまって、そのかゆいところに手が届かないみたいなパターンで結構あったりとかするんですけども、このポケットアンプアコースティックに関してはもうほぼほぼもう基本はもう網羅してるって感じですね。個人的にこのパッドスイッチとゲインがしっかりついてるってことは、これはかなりでかいです。これがあることによってめちゃめちゃなんかこの音作りの幅というか扱いやすさが変わるので、これはすごく
評価高いところでございます。まあ、そんなところでございます。まあね、小ぶりだけどね、値段はそこそこしてしまうんですが、まあ、1個持っておくとですごく重宝するのかなっていう感じの、プリアンプでございました。そんな感じで今回はそのポケットアンプアコースティックのご紹介でございました。いかがだったでしょうか？結構いい感じですよね。ちょっと長くなってきたけど、もう少し弾いてみようかな。全然。喋ってばっかりだから、ね、全然ギター弾けてないんだけど。お、めちゃめちゃ音がでかいと言われてます。下げて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 、でこれ初弦上げていきましょう。でこれを入れると、まあ、こんな感じに、なる。あ、じゃあこれは違うわ、こっちですわ。音変わってねえなと思ったら変わってねえですわ。今これポストにしてるんで、このバランスアウトから出力されてる音は加工されてる音です。で今そのフットスイッチの機能をミュートにしてるんで、これで音が出ない状態です。でこれをじゃあポチッとオンにしまして、音を鳴らしていきましょう。低音と高音を上げてドンシャリにしましょうか。ちょっとこれをモダンにしてみます。モダン、音がパキパキしますね。フラット、やっぱヴィンテージが一番好きですね。これはい、こんな感じでございます。どうでしょう。はあ、なかなかいいじゃない、なかなかいいじゃないって思いましたよね。わかります。僕も普通に、え、なかなかいいじゃないと思って普通に欲しくなっております。ほんまにこうロイさんいい買い物するな、ほんとな。まあ、そんな感じですね。だいぶ動画も長くなりましたけれども、今回はこのアコースティックポケットアンプという、小型高性能アコギプリアンプのご紹介でございました。そんなに有名じゃないと思うので、楽器屋さんで見かけることあんまないと思うんですけどね。あるのかな、ちょっとわかんないです。まあ、もしね、お店で見かけたら、竹谷さんこんなこと言ってたの、へへみたいな感じでいろいろいじっくり回してみたら、面白いのかと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいませ。それではそんな感じで今回の動画を終わりさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。ロイさんありがとうございます。さよなら。